けてみた。塩焼きにしようと思います。うまい。おはよう。今ね、急遽カメラ回してます。なんでかっていうと、たまに撮影をお願いしてるスタッフさんに日焼け対策してこいって呼び出されたんだよね。怖いんだけど、行ってきます。あつ、おはよう。何呼び出して。いや、寝てたんだけど。もうせっかくオフだったのに。え、何？え、なんか話してよ。え、怖っ。高速乗ってない？1時間ぐらい車走らせますよ。嘘でしょ？ 1 時間？え、相当な田舎に行くってこと？篠原さん、全然外出てなくないですか、最近。仕事以外で外出ることないよね。だって暑いじゃん。汗かくし、日焼けするしさ。あんまいいことなくない、夏に外出ても。普段家でじゃあ何してるんですか？ガンプラ作ったり、アニメ見たり、基本ゴロゴロしてる。プラモデルは最近何作ってるんですか？ルナマリアっていうキャラ知ってる？知ってますよ、あのシードの。予約して買ったんだけど、話題すぎて全然手に入らないらしいよ。どう話題なんですか？おっぱいが柔らかいの。バンダイさんのよくわかんないんだけど、すごい特殊な技術でおっぱいを柔らかくしたらしい。もうエロは世界を救うってことだよね、やっぱり。釣り場って書いてある。え、何何、重い重い。この辺魚釣れるらしいですよ。餌です。こっちも。待って、ムドウムシって書いてある。え、虫？待って待って、動いてるかも。待って、動いてる。動いてるやん、これ。待って待って、やばい、出ちゃう出ちゃう。どうしましょう。もうやばいやばいやばい。これで行くか。ないかも。取られた。キモいな。ちょっとこれモザイクじゃない？うわ、めっちゃ動いてる。ちょっと待って。本当に無理。全然釣れないんだけど。もうとりあえず上流に来たので、こっからは流れに身を任せて待つことにします。え、早く食べたいな。やったね。2時間ぐらいやってるよね。やっと1匹釣れましたね。
あ、怖い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 。オッケーオッケー。あ、2時間でやっと1匹。おじさんがね、1匹サービスして合計2匹ニジマスっていう魚でした。よし帰ろ。眠い。2時間やって1匹やっと釣れたね。釣り楽しいんだけど、もっと手軽にできたらいいよね。ただいま。それではこれから魚の下処理をしていくよ。塩焼きにしようと思います。では半日冷蔵庫で寝かしたいと思います。丸1日寝かせました。やばい、1回キッチンペーパー変えたのにもうびっしょびしょなんだけど。おお、いただきます。うまい。ニジマスの塩焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、金色のやつ。うめえ。命に感謝だね。あー美味しかった。ごちそうさまでした。ふう、お腹いっぱい。今日初めて釣りしたけど、あの魚が餌に食いつく瞬間が忘れられないんだよね。なんかゲームないかな、調べてみよう。ん、これはなんだ。釣りの達人、ダウンロードしてみるか。ハマりました。めっちゃレベルアップしたよ。とにかくリアルな釣りが楽しめるんだよね。ちょっと見てて。これがゲーム画面なんだけど、いくよ。えい。お、魚釣れた。ヒレナマズ。このゲームはジャイロスコープが導入されてて、スマホを振ると実際に釣り竿を振ってるような感覚になるの。えい。おお、カリブクイーンフエダイ。本当に魚がヒットした時の爽快感があります。家にいながらリアルな釣りが楽しめるんだよ。日焼けしないし、移動しなくていいし。リアルなのは操作だけじゃなくて、釣り場も超リアルなの。こんな風に世界中の釣り場が用意されてて、キャンベル川、綺麗。ソロヤ島、こんなところリアルじゃなかなか行けないからね。グラフィックもめちゃくちゃリアルなんだけど、季節だとか天候、時間帯も変えられるんだよね。釣った魚は図鑑で一個一個見れるんだけど、魚も超リアルなの。釣り場によって釣れる魚の種類が違ってくるのね。たまに現実ではめったに出会えないレアな深海魚とか、でっかい魚とかも釣れるっていうのがね、めちゃくちゃ面白い。例えばこれ、シロカジキ。豆知識みたいなのも書いてくれてるからね、普通に勉強になる。これとか見てみて。七色女王、超レア魚も釣れました。虹色に光ってるんだよね。綺麗だね。ゴシクズの涙、ロマンチックな名前。特にシノノメ好きなのはグレートバリアリー、透き通る海だよ。えい。お、来い。
オナガザメ、超巨大魚ゲット。やばい、楽しすぎて時間溶けるって。いつでもどこでも釣りができちゃうっていうね、最高のゲームでした。ルアーもね、いろんな種類があって自分好みにカスタマイズできるっていう機能もあります。レアな魚が釣りやすくなったりする。この図鑑全部埋めたいな。今日はもうちょっと遊んで癒せれよ。これはね、遊んでみてほしい。何もかもがリアルだった。というわけで今回の動画は、オフの日に半強制的に釣りに連れて行かれたけど、なんだかんだエンジョイして最高のアプリに出会うという動画でした。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。最新情報は Twitter、X と Instagram に載っておりますので、こちらもぜひフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。